チェコのスパイは分かったけど、なんで私に突っかかるのかな。あなたの方が妙にスパで有名なのが許せないのですわ。そうなんだ。スパの医学的効能をいち早く学問として成立させて大学の学科にしたのはこの私でしたよ。私こそスパの大いなる理解者、スパの賢人、まさにチェコイズキングオブスパでしたよ。